こうやってね、歩いてるおばあちゃんの人、こんな、まあおじいちゃんもいますけど、もちろんおじいちゃんも、まあ、老人の方ね、いるでしょ、こうやって、こういう方、腰が曲がって、これね、ここ曲がってる人いるでしょ。そういう人ってね、寝るときはどういうふうに寝るんですか？寝るときは、この曲がってるのがまっすぐになるんですか？それとも、曲がったまま横になって寝るんですか？ ずっとね、それがね、何、不思議だったんですけど、寝るときどうするんだろうって。直樹さん、立って寝て、そんなわけないでしょ。やっぱり寝てるときも曲がったまま寝るのかな？だって、もうまっすぐできないでしょ、多分。ね。ソウルクリーンさん、横向きに寝てるんちゃうかな？しょうちゃんさん、寝るときはまっすぐになるみたい。あ、そうなんですか。へえ。あ、じゃ、立った状態でまっすぐにすることができないのかな？寝てたら別にまっすぐできるわけか。へえ。面白いですね。直樹さん、そんなどうでもいいことは気になる、36歳。気になるんで、バブー。そのね、僕はね、そう、どうでもいいことに気になっちゃうするの。